横通り竹は、日田山脈南部に位置する、常年山脈の長野県松本市と安曇野市にまたがる、標高に六7 6 7 1メートルの山。日本で73番目に高い山で、山域は中部山岳国立公園内にある。常年岳から大天井竹への重層路が、西側の山腹を通ることが、山名の由来である。東山6の安曇野一帯から望むと、 常年岳と寄り添うように北側に並んで臨める。その山陽は常年岳と同様にピラミッド型地質は風化しやすい、新規花工岩で岩量と砂礫の明るい山漁。山頂付近の西斜面の鉱山帯では高山植物である木花シャクナゲや小牧草の群落が見られる。昭和30年代後半から40年代にかけての高度経済成長期に 東山6から東尾根にロープウェイをかける計画が検討されたが、立ち消えとなった。1987年から山6の安曇野市保高町牧地区の大助小屋と大峠付近の尾根までの標高差1064メートル、全長4350メートルを結ぶロープウェイ計画が再スタートした。川崎製鉄を中心に、 山独の穂高町牧地区一帯の開発を進めている西穂高開発、穂高カカントリー、穂高温泉開発公社などと穂高町が共同出資の会社を設立する方針で建設地点の尾根にふるさと展望台や大峠展望台という名称が検討されていた終点駅には展望台2カ所と高山植物園、ボタニカルアート館、 ホタカ神社中宮のを建設する計画があった。1989年8月に計画が表面化した後、山岳雑誌などにも取り上げられ、ホタカ町には開発反対の手紙が数通寄せられた。開発予定地は地元の山林組合所有の唐松の植林地で、終点は中部山岳国立公園の境界線にかかっていた。 自然保護の観点などから実現には至らなかった。飛田山無役南東部の常年山脈の主稜線上にあり、大天井竹と常年竹との間にある。南北に常年山脈の主稜線が伸び、東に浅川山への枝尾根が伸びる。山頂には山東三角点が設置されている。周辺の主要な山を以下に示す。西側の奥穂高岳から望む。 常年三脈、左から大天井岳、東天井岳、横通り岳、常年のっこし、常年岳、全常年岳周辺の主な峠を以下に示す。品野川水系の以下の支流の源流となる山で日本海へ流れる。上部の登山道周辺の鉱山帯に生息する、雷鳥と円形の槍ヶ岳2015年12月17日に、 長野県登山安全条例が施行され、その対象となる山で、2016年7月1日から、登山計画書の届け出が必要となった。直接登る、登山道はなく、市の沢から常年の越し経由のルート、津黒岳から大天井竹を経る、常年山脈の重層ルート、三股や上高地から長賀竹と、常年岳を経るルートなどがある。主なルートを一家に示す。 一の沢から常年の越しを経て、常年だけへ至る登山ルートは、長野県山岳総合センターによる新州山のグレーディングで、技術的難易度がランク B、体力度が4、1から10とされている。一の沢林道の終点の手前 1km ほど、手前に駐車場があり、林道終点に一の沢登山指導所とトイレが設置されている。 上高地から横を経て一のまた国から常年のっこしへのルートがあったが、廃道となっている。周辺の山上には、以下の山小屋がある。山頂の南1キロメートルの常年のっこしには、1919年、建設された常年小屋があり、キャンプ指定地が併設されている。東山六に、東日本旅客鉄道大糸線、国道147号。 長野県道25号塩尻鍋割穂高線などが通る。大井戸線穂高駅の西 14km に位置する。長野自動車道安住のインターチェンジの西北西 18km に位置する。東南東三幅の一の沢左岸に一の沢林道が通り、常年の越への登山口がある。上高地バスターミナルの北東 14km に位置する。ウィキメディアコモンズには、 横通り岳から眺望に関するカテゴリーがあります。山頂からは西側に、槍ヶ岳から穂高岳へと連なる平山脈の狩猟線の山々、南側に常年岳のどっしりとした山上を望むことができる。ありがとうございます。